はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、体を噛まれたら同性愛者になるというテーマであるですね、映画バイバイバンプにですね、今批判が殺到してるんですね。はい。今回の動画はですね、そりゃこんなの批判が殺到して当然だろうっていうですね、映画の内容、そしてですね、その結果起きる二次被害、三次被害、まあそのあたりについて、まあ僕なりにですね、いろいろと話の方をしていきたいと思います。まずですね、皆さんどうですか、このバイバイバンプって映画知ってますかね。この映画ですね、なんとですね、まあ公開されてですね、まあちょっと時間が経ってるくらいなんですけど、まあね、酷評中の酷評、もう酷評されまくってるんですよね。まあただですね、内容を知るとですね、そりゃ酷評されてしょうがないでしょ。てか今の時代にこんなのやってんのみたいなね、何十年も前のね、そのね感性でね、映画作ってんのみたいなね、そういう感じでですね、めちゃくちゃ酷評されてるんですよね。じゃあですね、なぜこれが酷評されるかって話なんですけども、まあ本当一言で言うとですね、要はその同性愛者の方々に対してですね、全くもってデリカシーがない内容、差別しているとも取れるようなですね、そんな感じの内容なんですね。つまりその同性愛者の人たちをもうバカにしてるような内容になってるわけなんですよ。じゃあですね、具体的にどういう風にバカにしてるのかちょっとこれ話していきますね。まあそもそもなんですけど、この映画はですね、公開前からかなり話題にはなってたんですよ、映画通の中では。要は、今度、公開されるバイバイバンプっていうのがね、まあ公開される前ですから、あらすじだったりとか、もしくは予告編とかあるじゃないですか。あの段階でこれはもうやばいだろう、こんなのやっていいの、絶対おかしなことになるよっていう風にもう最初から話題だったんですよね。で、こういう風に公開されたら、いや案の定やっぱりみたいなね風になったわけなんですよ。じゃあですね、具体的にどの辺がまあやばいのかって話になるんですけども、まあ基本的にはですね、これゾンビ的な漫画なんですね。映画になってるんですね。あるじゃないですか、ウォーキングデッドみたいにですね、こう体を噛まれたらゾンビ化してしまって、ゾンビがどんどん街中に増えていって、それから逃げるなんていうんですか、普通の人みたいな、そういったですね、まあ映画だったりとかアニメだったり漫画ってよくありますよね。基本的にはああいった感じなんですよ。で、この映画は何がすごいか、何がやばいかっていうと、そのゾンビをですね、同性愛者に置き換えて描いているということなんですね。つまりその同性愛者が同性愛者を噛むと、そいつも同性愛者になってしまってみたいな感じでですね、街中に同性愛者がどんどん増えていくわけなんですね。で、主人公たちはそれを見てピンチに感じて、まあいろんなことに巻き込まれていくっていう漫画な、あ、アニメ、あ、映画になってるわけなんですよ。つまり何かっていうと、その同性愛者をですね、気持ち悪いものとして描いてるんですね。敵として、まあゾンビとして、描いていて、まあ要は同性愛者に捕まったら終わりだぞみたいな、そういった風のですね、雰囲気で映画が進んでいくんですよ。やばい、噛まれたら同性愛者になってしまうみたいなね。それが今の時代にですね、そんな映画を作ることがですね、いかに無謀でアホかってよくわかりますよね。だってそうじゃないですか。例えばですけど、トンネルズさんって言いますよね、芸人さんのね、まあ大御所のね、あの方がですね、昔はホモだホモっていうキャラやってましたよね。それは何かっていうと、タカさんがですね、まあホモ、ゲイという設定で、まあいろんなことをしてですね、それを見て笑うっていうですね、まあそんな感じのキャラコントだったんですけど、そのキャラコントをですね、1年か2年前くらいかな、にですね、フジテレビの特番で復活させたわけですよ。そしたらですね、めちゃくちゃ批判が殺到して、フジテレビの社長が謝罪するまでになったんですよね。それはそうですよね。だって昔に比べて今の時代っていうのは、そういうのがものすごくデリケートな問題としてちゃんと扱われるようになってきた、いい時代なわけじゃないですか。つまりそういったホモだったりゲイの人っていうのは、昔っていうのはですね、すごくそれをカミングアウトしづらかったし、それをしてしまうとですね、まあ言ってみたらものすごくいじられたりとかね、そういった時代だったわけですよ。で、そういった時代だったからこそ、このホモだホモってコントもですね、成立してたわけなんですね。つまりホモって気持ち悪いよね、ホモってこういうとこが嫌だよねみたいな感じをですね、コントで表して、それを見て笑うわけですよ。でも今の時代っていうのはですね、多様化、世の中いろんな考え方だったり職業だったりとかですね、いろんなことがどんどん多様化されて、認められるようになってきつつあるわけなんですよ。だから昔に比べると、そういった人たちもカミングアウトしやすい時代に なりましたしね。それにですね、例えば学校とかによってはですね、例えば高校でですよ、高校で、心はね、体は男の子なんだけども、心は女の子とか、そういう子もね、世の中にいるわけですよ。そういった人たちがですね、でも体が男の子だから、まあ学校の制服は男子の制服を着ないといけないと。でもそれが学校がちゃんと認めてくれて、周りの人たちもちゃんと理解してくれて、その人は、女子のね、制服を着てですね、学校に行くことが強化されたりとか、そういうことも起きてたりもするわけで、時代はどんどん移り変わって今言ってるんですね。いい風にちょっとずつですけど、時代はうまく今はね、歩んでいってるわけですよ。にもかかわらず、このホモだホモだったりとか、このバイバイバンみたいなですね、ほんとですね、二昔前くらいのですね、世代の考え方をそのままですね、ドンってやることのね、いかにアホらしさがあるかってことですね。
でですね、さらに具体的に言うとですね、例えばですね、その同性愛者がいかにバカにされて描かれてるかって話なんですけど、この映画の中で、うん、これはですね、そのどんどんゾンビ的に同性愛者が増えていくわけなんですけども、そのですね、同性愛者がですね、常に発情してるんですね、うん、常に発情して、教室だったりとか廊下だったりとか家とか、そういうところでですね、ところ構わずですね、肉体関係を結びまくってるわけですよ、同性愛者同士になったね、その人たちが、うん、で、そういう風なですね、同性愛者をですね、まるでね、発情期の犬みたいな、そういった描き方をするわけですよ、うん、まるで本当にね、同性愛者になってしまったらこんなに発情してこんな風にところ構わずやってしまうんだみたいな風に描いてるわけなんですね、うん、でさらにですねそれを見た主人公はこういうわけですよね、主人公たちとかメインキャラクターたちがこのままじゃね、この街は同性愛者の街になっちまうって言うんですよ、うん、いやとね、いや同性愛者の街になってしまうってね、もう完全に差別発言じゃないですかね、同性愛者になったらおしまいだ、人生はおしまいだ、そんな奴らばっかがこの街に増えたらこの街はもう終わってしまうぞみたいな言い回しをしてるわけなんですよね、うん、こんなのどう考えてダメでしょね、ね、コンプライアンスどうこう言われてる時代にですよ、うん、ね、でさらにですね、これ何がそうかっていうと、そのじゃあ同性愛者になった人たちのことをですね、これバンプとね、その、映画上では言われてるわけなんですね、うん、でバンプと、ね、同性愛者の人たちで、バンプとですね普通の人たちとね、普通とされてる人たちですね、映画の中だとね、噛まれたりしない人たちのこの違いは一体何だって話になった時にですね、そのまたもやメインキャラクターがとんでもないことを言い出すわけですよ、うん、この同性愛者とこっち側のですね主人公たちのですね、まだ噛まれてない人たち、この人たちの違いは愛だっていうんですね、うん、これつまりどういうことかっていうと、こっちのですね異性を好きになるタイプの人間の人たちはちゃんと愛を持って人をその異性を好きになってると、で対してこの同性愛者の人たちは発情だけやりたいだけであって愛はそこにはないんだみたいな言い回しをしてるわけなんですね、うん、これはねどう考えてもねおかしいですよね、いやだってそうじゃないですか、同性愛者の人たちだって別にね、同性を好きになってるってだけでそこにはちゃんと恋愛感情だったり愛は存在してるわけなんですよ、うん、実際問題同性でですね結婚できるようなね、時代もう今なりつつあるわけですからね、うん、愛はちゃんとそこにあるわけなんですよ、うん、まるで同性愛者だった場合はそこに愛情なんてない、恋愛感情なんてないっていう風に描いてるわけなんですね、うん、まあ恐ろしい書き方してますよ本当に、うん、マジで、ね、あの脚本とかねもそうですけど、まあ演技とかねやってる最中とかね、その事務所とかまあいろんなねとこから役者が来てるわけですけども、誰も何にも思わなかったのかなっていうね、うん、やってる最中で誰かちょっとこれまずくないですかとかね、誰か言わなかったのかなって話ですよね、うん、でですね、じゃあさらにですねこれねものすごいことが終わったのがですね、なんとですねこれをですね作ってるプロデューサーがいるんですけども、このプロデューサーがですね批判が殺到した結果ですね、本編をきちんと見てほしいっていう風な感じでですね、まあそういったですね文を発表したんですね、うん、私たちにはそんな意図はありません、同性愛者の人たちをバカにするような意図は私たちには一切ありません的なねことを書いてたわけなんですよ、うん、にもかかわらずですねこの人のですね、まあ、前歴と言いますか昔のですね、どんなことしたかっていうことがですね、まあ、ググられた結果何が分かったかというと、このプロデューサーの方はですねなんと2回逮捕されたことがある人なんですね、うん、つまりその業界の中では結構危ない人、何やってるか分かんない人みたいな、そういった悪い評判のあるプロデューサーだったわけなんです、でその人が作ったのがこのバイバイバンプっていうね、うん、まあこんな人だからこそ生まれた作品もこんなんっていう風にね、言ってしまえばね簡単かもしれませんけど、言ってしまいそうになっちゃいますよね、そうなっちゃうと、うん、でですねじゃあ最後に話しておきたいのが、その結果起きる二次被害三次被害ですね、まあこれは何かっていうと、出てる役者さんたちのですねイメージが悪くなってしまうってことですよ、うん、例えばどんな役者さんが出てるかっていうとですね、まあ有名どころで言うとですねガレッジセールっていうあのね芸人さん、吉本の芸人さんのゴリさんっていうね方だったりとか、もしくはですねあのミス ID ね、今ミス ID って結構話題ですよね、毎年そこからブレイク人も多いですね、そのミス ID になった人だったりとかね、そういう人たちがですね出てるんですね、うん、で、そういう人たちがやっぱ出てしまうと当たり前ですけど、こういうのってイメージがすごく悪くなりますよね、うん、まあもちろんですね、もちろんねこれは演技としてやってるだけであって、この人たちが本当に同性愛者をバカにしてるとかそういうわけではないというのは分かりますよ、でもですね、とはいえその仕事をちゃんと脚本をチェックした上で受けたっていうことは事実なわけじゃないですか、うん、となるとこの脚本でも大丈夫、この脚本でもこの映画は問題ないと思ったんだよっていう思ったんじゃないのって言われても、これはしょうがないですよね、うん、まあ、だからこそですね、もちろんこの人たちがですねどうしても自分が出たいって言ったわけじゃなくて、事務所から言われてしょうがなく出たとか、事務所に言われたらそれは逆らえないとか、そういった事情もあるかもしれません、うん、ただですねそんなことですね世の中の人はそこまで考えてくれませんからね、うん、事務所が言うんだからしょうがない、じゃあこのミス ID の子は何も悪くないなってそこまで見てくれません、思ってくれませんよ、別にその人にそこまで興味なんてないんですから、うん、だから単純にあこういうものに出るってことはこの人はそういうことなんだな、こういうものでも大丈夫だって思ったんだな、こういうのに出るタイプの女優さんなんだなっていう風に思われておしまいですよ、うん、
ね、あ、この女の子もですね、そう考えるとかわいそうだと僕は思いますよ、ある意味ね。うん。だからこう、まあ何にせよですね、このバイバイバンプというね、映画はですね、とにかく、まあ、批判が殺到して当然のね、まあほんとクソ映画であるという話ですね。はい。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。この話にですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとよかったらですね、コメントとかあったらよろしくお願いします。どうもありがとうございました。